皆さん、単語を覚えるときにはどのように学習されてますか？とにかく暗記だ。何度も声に出して暗記しちゃおう。少しだけ学習方法を工夫するとですね、記憶がね、鮮明になりですね、飛躍的に単語を覚えやすくなります。単語を覚えるにはたった3つですね。1つは、フル活用して学習する。2つ目は、を関連させる。3つ目は、定期的に、させるです。はい、皆さんこんにちは。どんな英語長文もロジックで解決、瞬殺英語のスナイパーケンです。今回はですね、完全イメージ化、スティーブ・ジョブスの名言に学ぶ動詞12選ということでお伝えしてまいります。皆さん、単語を覚えるときにはどのように学習されてますか？とにかく暗記だ。何度も声に出して暗記しちゃおう。書いて暗記しよう。たくさんのね、試みをされていると思います。私のところにもですね、よくね、単語をたくさん覚えるにはどうしたらいいですか、忘れにくくする方法はありますかと、よくね、お問い合わせがあります。で、このね、お悩みに対するんですね、一つでもね、少しでもね、解決策になればと思いましてね、この動画を作りました。さてですね、単語わからないとですね、英語の学習ってね、なかなか進まないのはね、ご存知だと思いますよね。ところがですね、単語ってなかなか覚えられないんですよ。皆さん知ってるようにですね、エビングハウスの忘却曲線っていうのがありましてですね、20分ぐらいするとね、3分の1ぐらい忘れちゃうんですね。1日経つとですね、もう7割方忘れちゃうと。だからなかなかですね、頭の中にこう記憶を定着させるのはすごく難しいんです。ただですね、少しだけ学習方法を工夫するとですね、記憶がね、鮮明になりですね、飛躍的に単語を覚えやすくなります。もしも私がこの方法を知らなかったらですね、今でもね、単語の学習にね、苦労してたと思います。ただ今回ね、紹介する方法をね、使うだけで学習効率は向上してですね、記憶がね、定着しやすくなる。それどころか、いろいろな単語の意味をですね、類推もできるようになるので、ぜひね、使ってほしいなというふうに思っております。ぜひね、今回ご紹介する方法を自分のものにしてですね、英単語は簡単に暗記できないという悩みをね、解消してほしいなと思いますね。今回ね、ご紹介する方法っていうのは、語源とですね、エピソード記憶というものですね。例えば語源はどういう話かっていうと、 thinkとconsider、 これの違いをビビッドにね、理解するためにはどうしたらいいかっていうと、語源がね、一発なんですよ。例えば consider は、 con っていうのは完全に、 sider っていうのはスター、星なんですけれども、一生懸命ね、じっと星を見るから、 consider っていうのはじっくりと考えるという意味なんですね。昔の人は星を見て考えてたんですよ。これに対して think っていうのは、ね、心の中にちょっと想像するっていう形なので、全然 think と consider は違いますよね。このような形でね、覚えていけば記憶に定着します。これにですね、スティーブ・ジョブスのエピソードね、絡めると非常に単語はね、はっきりとね、覚えられますので、ぜひ使ってほしいなと思います。今回ね、ご紹介するね、単語の学習方法以外にもですね、中学英単語を使ってスティーブ・ジョブスのプレゼンがね、瞬殺で理解できるようになるような YouTube ですとか、各分野のね、学習情報をね、お届けしてますので、ぜひね、このチャンネルのね、チャンネル登録もよろしくお願いします。そして本題に入っていきますけれども、まずね、いきなり結論なんですけれども、単語を覚えるにはたった3つですね。1つは、視覚と聴覚をフル活用して学習する。2つ目は、エピソードを関連させる。3つ目は、定期的に繰り返し学習させるです。具体的には、ね、単語のね、イメージ化とリスニングでる目と耳を同時活用した単語のね、学習を繰り返すというシンプルな方法なんですけれども、これ証拠があるんですよね。ハーバード大学大学院の教育学の教授、ハワード・ガートナーさんによるとですね、複数の感覚を組み合わせれば組み合わせるほどですね、記憶が定着しやすいと言ってますし、あとノースジョージア大学の、ね、先生によると、視覚がね、特にですね、記憶に定着に残りやすいということがね、分かってます。ですので、これを使ったね、動画になっております。じゃあ、スティーブ・ジョブスがね、実際に使った動詞をね、今からご紹介していきますが、スティーブ・ジョブスのね、インタビューを使ってます。名言がね、散りばめられてるんですよね。4つインタビューを使いました。95年のインタビューと、2010年のインタビューと、2003年のインタビューと、1994年のインタビューなんですね。で、ここの中で12個の動詞をね、順次学習してまいります。じゃあね、行ってまいりましょう。まず1995年のインタビューなんですけども、起業家にとって大切なものはということについてのスティーブ・ジョブズの答えです。95年と言いますとですね、1985年にアップル社をですね、スティーブ・ジョブズは追い出された後ですね、96年にですね、ルーカスフィルム、スターウォーズのジョージ・ルーカスフィルムをですね、コンピュータ部門を買収して、ピクサーっていうね、アニメーション会社を作ったんですよね。それとネクストっていうね、コンピュータのソフトウェア会社を作ったんですけれども、その結果がね、出てきてる時なんですね。それっていうのも、95年にですね、トイストーリーが爆発的ヒットをね、かます前の時の、ね、段階のインタビューなんで、起業家にとって大切なものはという彼の答えはすごくね、心にね、染みます。じゃあどうぞ。 Unless you have a lot of passion about this, you're gonna not survive, you're gonna give it up. いかがですか。ここの中でね、動詞がね、出てきてるんですけど、 survive、 これはですね、どんなね、語源かっていうと、 so っていうのはね、超えて、そして beaver、 これは生き残る。なので、
survive は生き残る、困難とか危機を超えて生き残る、より長生きするという意味なんですね。まさにぴったりですね。スティーブ・ジョブスは自分が作ったアップルを追放されて新しい会社を2つも作ってですね、まさにもう成功しようとしている段階なので、本当に困難、これを乗り越えてきてるんですよね。だから心を打ちます。もう一回どうぞ。 Unless you have a lot of passion about this, you're gonna not survive, you're gonna give it up。はい、こちらの意味はよほどの情熱がない限り生き残ることはできない、諦めるしかないです。では次のスティーブ・ジョブズのね、名言です。2010年のインタビューですね。どのように人をマネジメントするのか、これについての彼の答えですね。ちょうど2010年はですね、 iPad が発売された年、それから iPhone4 が発売された年なんです。ではどうぞ。 If you want to hire great people and have them stay working for you, you have to let them make a lot of decisions and you have to be run by ideas, not hierarchy. はい、ここで2つの動詞が出てきます。Hire と run。Run は走るって思いますよね。違う意味もあるんですよ。それも含めてちょっと解説をします。まず Hire。これは Hire、賃金で雇うという語源から来てます。で、これ一時的に雇うっていうことなんですよね。例えばですね、タクシーじゃなくてハイヤー、1日単位で車を借りることできますよね、運転手付きで。それに対してですね、employ は長期的に雇用するっていうことになります。ハイヤーのが短期的、限定的なんですね。それから run、 これは、まあ、走るって意味なんですけれども、ぐる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 回ってるイメージです。運営する、経営する。で、もともとはですね、これラテン語から来てまして、カーっていうのが、カーソルっていうのが走る人なんですよ。だからインターネットのですね、検索窓にですね、あのピコン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 こう点滅するの、あれカーソルっていうでしょ、あれ走る人なんですよね。で、カーに関して言うと、カレント、これはぐる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 回って現在ですね。それからカレンシー、これは通貨、巡り巡ってまた自分のところに帰ってくるでしょ。だからカレンシーは通貨なんです。なのでカーとかランとかはぐるぐる回ってる、走るっていう意味ですので、経営するっていうのもランなんですよ。じゃあそれを踏まえてですね、もう一回名言を聞いてみましょう。 If you want to hire great people and have them stay working for you, you have to let them make a lot of decisions and you have to be run by ideas, not hierarchy. はい、優秀な人材を雇用し長く働いてもらいたければ、彼らに多くの決断をさせよう。上下関係ではなく、アイデアによって組織を運営しなければならない。ね、こういうふうにね、スティーブ・ジョブズは答えたらですね、これを聞いてる記者がですね、意地悪にですね、だったらあなたいらないんじゃない、優秀な人のアイデアに頼ればいいんじゃないって言ったんです。で、それに対するスティーブ・ジョブズの答えがね、こちらです。I contribute ideas, sure. Well, why would I be there if I didn't? で、ここで contribute って出てくるんですけれども、contribute は、come っていうのは一緒になんですね。で、tribute、これは与えるってことなんです。だから一緒に与えるってことなので、金銭など寄付する、貢献するになるんですね。これ彼の場合はアイデアで貢献するっていうことなんですね。助言、援助などを提供するっていう意味もあります。もう一回聞いてくださいね。 I contribute ideas, sure. Well, why would I be there if I didn't? 私はアイデアを提供するんです。そうでないならそこにいる人はないでしょう、なんですよね。 If I didn't の後ろは contribute が省略されてるんですね。はい、じゃあ次ですね。次は2003年のね、スティーブ・ジョブズの名言なんです。インタビュー行ってみましょう。どうぞ。My model of business is the Beatles. You know, they were four very talented guys who kept each other's kind of negative tendencies in check. They balanced each other, and the sum was greater than the total was greater than the sum of the parts. ここでのね、質問はですね、ビジネスモデルについて教えてほしい。というものだったんですね。それに対する彼の答えはこちらなんですね。ビートルズが出てきましたね。かっこいいですね。じゃあこの中で出てくる重要英単語言ってみますね。まず keep in check。 keep っていうのは保つって意味なんです。で、 keep in check は管理する、抑制するという意味なんですね。保っている、チェックしている状態にしておくっていうことなので、管理する、で、抑制するっていうことになります。で、次 balance、これ天秤座のことですね。なのでバランスを取るとなりますね。平衡を保つという意味もあります。収支を合わせる、バランスシートっていうでしょ、あれは賃借貸借表で右と左と同じですよね。貸し方、借り方は同じになりますよね、結局ね。じゃあもう一回聞いてみてください。 My model of business is the Beatles. You know, they were four very talented guys who kept each other's kind of negative tendencies in check.
はい、意味は私のビジネスモデルはビートルズだと。彼ら4人組はそれぞれのマイナス傾向を抑え合っていたと。スティーブ・ジョブスのね、青年時代ってビートルズ大活躍、ボブ・ディラン大活躍、ね、ヒッピーとかがね流行った時ですね。ビートルズインドに行ってましたよね。ビートルズに傾倒されてですね、スティーブ・ジョブスもインドに行ってますよね。ヒッピーで。ですのでビートルズが出てくるんですね。でその後がねまたかっこいいんですよ。どうぞ。 They balanced each other and the sum was greater than the total was greater than the sum of the parts。 で何て言ってるかというとですね、お互いにバランスを取りながら大きな力を発揮したんだ、個人の活動を合わせたよりも。でその後でね、やっぱり言ってるのはビートルズの構成メンバーであるね、ジョン・レノンもね、ポール・マッカートニーも、その後ですね、個人でアルバムは出してますけれども、ビートルズの大ヒットを超えてはいないでしょう。だから4人組、このチームワークが大切だと言ってたんですね。で次のインタビューですね、1994年ですね、高校生とか大学生とか若い起業家に向けたメッセージなんです。ここでのメッセージの中です、2005年のスタンフォード大学のスピーチにつながる考え方もね披露されてますね。ちょうどね94年っていうのは1986年にルーカスフィルムのコンピューター部門をね買収してピクサーっていう会社をね彼は作ったんですけれども、95年にトイストーリーが公開される爆発的なヒットになりました。でその前の年にですね、シリコンバレーでですねインタビューを受けているんですね。ではどうぞ。 Is to shake off this erroneous notion that life is there and you're just going to live in it versus embrace it, change it, improve it, make your mark upon it. はい、ここの中で embrace と improve という動詞が出てきます。まず embrace、 これ覚えにくい単語だとは思うんですけども、 brace はこれ腕って意味なんです。で、brace って覚えにくいですよね。でも僕らつけてるんですよ、ブレスレット。ブレスレットって腕輪ですよね。なので腕って brace すぐ覚えたと思いますね。それから m は in と同じで中にって意味なので、腕の中にという意味だと腕で抱き込むこと、したがって抱きしめるとか抱擁するという意味になりますね。そしてですね、 improve、 これは in っていうのは中にで、 prove は profit ですね、利益です。だから利益を生むことなんですね、 improve は。つまり改良するってことになります。進歩するという意味もありますよね。じゃあもう一回聞いてみてください。 is to shake off this erroneous notion that life is there and you're just going to live in it versus embrace it, change it, improve it, make your mark upon it. はい、ここでね、高校生、大学生、若い起業家に向けたね熱いメッセージなんですけども、この間違えた考え方を捨てることだと。それは人生がすでにそこにあって、ただその中で、この枠の中で生きていくということなんです。 versus、逆にですね、この it というのはね人生なんですけれども、人生を embrace、 受け入れ、人生をねより良いものに変えですね、 change it、 人生を変え、 improve it、 人生をより良いものとして、そしてですね、 make a mark upon it、 そこに自分の足跡を残しなさいと。かっこいいですよね。そしてその後に続けるんですよ。どうぞ。 You gotta act and you've gotta be willing to fail、 you've gotta be willing to crash and burn。この中で出てくる動詞なんですけれども act、 これは act as 行為っていうね語源から来てましてね、行動する、そしてですね演じるという意味がありますね。それから fail、 fail はですね、これ基準値があって、基準値に満たない時に fail、 不十分なんですね。失敗する、落第する。落第っていうのは合格点に満たないことですよね、及第点に届かなかった、これ落第です。それから破産するっていう意味もありますね。それからテニスではフォルトってありますね、誤り。それからフェイリア、これ失敗です。それからクラッシュ、衝突する、墜落する。事業などが崩壊する。 PC が機能停止するのもクラッシュって言いますね。それからバーン、これ燃えるとか焼くとか燃やすとかっていう意味がありますね。やけどさせるっていうのもバーンですね。Crush and burn、 大失敗するという意味です。じゃあそれを踏まえてですね、ちょっともう一回聞いてみてください。You gotta act and you've gotta be willing to fail. You've gotta be willing to crash and burn. はい。で、訳はとにかく you gotta act、 行動ある意味と。You gotta be willing to fail、 失敗を恐れないことだと。そして衝突や炎上も覚悟しなければならない。これぐらいの気概を持ってですね、生きろと言ってますね。しびれますね。はい、じゃあ今回ね出てきたね動詞をね12個復習してみましょう。 Survive、 生き残る。 Hire、 雇う、借りる。
で、この hire は employ と違ってですね、一時的なんですね。で、run、走るの他にも運営する、経営するという意味もあります。contribute、寄付する、提供する、keep in check、管理する、抑える、balance、バランスを取る、それから embrace、受け入れる、抱擁する、improve、改良する、進歩する、act、行動する、演じる、fail、失敗する、落第する、crash、衝突する、崩壊する、burn、焼く、燃やす。はい、いかがでしたか。スティーブ・ジョブスとその当時のね、背景も考えるとより生々しくですね、英単語を覚えられたんじゃないでしょうかね。ここまでね、動画を見てくれたあなたはですね、英語学習に苦労するってことはね、ありえないんで、ぜひですね、これ何回も何回も見てね、いただけたらいいなと思います。で、もともと皆さん中学校で6年間も英語学習してきてますので、この土台の上にちょっとしたね、工夫をね、重ねるとですね、英語力急激にアップしますので、ぜひ自信を持ってですね、こういったね、テクニックだとか使ってほしいなっていうふうに思います。で、今回覚えてほしいことはね、3つですね。単語を覚えるときには視覚と聴覚をフル活用して学習する、それからエピソードを活用する、定期的に繰り返し学習する、これだけなんですよね。で、私たちはですね、複数の感覚をね、エピソードや経験を組み合わせることで学習効率をね、高められるんですよね。ぜひですね、単語と語源とね、一緒にね、エピソードも含めてイメージ化して、この動画をですね、2日後1週間後と繰り返し学習してですね、この12個をね、覚えてしまいましょう。それからですね、この名言って非常にですね、すぐね、英会話でも、ね、使えるので、覚えた方がいいと思います。だから何回も見られるといいと思いますね。はい、私のところでですね、根性論ではない瞬殺ロジックで英語錯覚理解できるというね、英語特訓講座をね、開催してます。これまで2600人以上がね、受講してます。ご興味のある方はですね、無料の英語特訓会とか相談会を開催してますので、ぜひね、 LINE 登録してね、ゲットされてください。今回もね、最後まで見てくれてありがとうございました。もしこの動画が少しでも役に立ったなと思われた方はですね、ぜひいいねボタンとか、あとコメント欄にね、記入していただけるとね、とっても嬉しいです。そしてですね、チャンネル登録もね、ぜひよろしくお願いします。ではね、次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。